みんながね、心配してくれてね、村の人が、ね、食料を持ってきたりね、なんていうか、熱を、ね、体温をちゃんと測ってくれて、ね、心配してくれて、だから大変いい、田舎の生活でした。大体ね、もうね、ずっとニュースをね、見てたから、ああもうね、武漢は、ね、武漢政府とか中国政府がしっかり、ね、交通封鎖をやってて拡大しないようにということでやってたからね、解放だって言われてね、帰ってきた、安心して帰ってきました。